はい、皆さん、こんにちは。気持ちで英語落語やってます。さあ、今回もラジオで動画、おしゃべりお付き合いください。どうぞよろしくお願いします。さあ、今回のラジオ動画は、2021年最後の動画、ラジオ動画になりますね。はい。2021年を振り返るというようなおしゃべりをしていきたいなと思うというふうに思ってます。よろしくお願いします。そして、冒頭から、このニッチな、ね、ラジオ動画、お付き合いくださり、本当に嬉しいです。多分決まった層の人しか聞いてないんじゃないかなというふうに思うんですけども、それをね、ずっと聞き続けてくれてる。それが本当嬉しいです。はい、ありがとうございます。さあ、2021年。まあ、その2020年に引き続きコロナウイルスにね、いろいろ振り回された1年だったと思うんですけども、まあ、それでも2020年よりはまだ良かったです。2020年は本当、すべて奪われましたので、英語落語のお仕事、ワークショップやセミナーのお仕事、講演、おしゃべりをする方の講演のお仕事も全部奪われました。はい。もう2020年の最初の頃は、いろんなところからオファーいただいてたんですよ。大手の保険会社さんとか、高校の PTA 総会だったりとか、塾の先生たちのセミナーとか、いろんなとこから声がかかってて、あ、今年は忙しくなるななんて思ってたんですけど、暇でしたね。こっちの分野に関しては。はい。幸いね、他の部門がちゃんと仕事として成り立っていたので、まあ、こう、英語落語家を引退する必要はなかったと、まあ、事実上引退になってましたけども、コロナウイルスによって。まあ、それでもね、なんとか生きながらえたというところにおいては良かったかなっていうのが2020年。で、それを引きずった2021年でしたね。まあ、ちょっとずつオンラインという、自分自身もそうなんですけど、オンラインという要素をもう受け入れ始めて、いろんな、特にね、プロの話し家さん、日本語の落語の話し家さんなんかオンラインなんて絶対嫌だなんていう方もいらっしゃると思うんですよね、今でも。でも、その考えもありだと思うし、いや、変化をしていかなきゃいけないということで、カメラの前で、カメラに向けて落語をやるっていう考え方もあると思うんですけど、自分もそれ同じだったんですね。落語を、笑いを、ね、お客さんからの笑いを取って、その空気をの、こう、残した状態、間という形で残して笑いを増幅させて、話を転換させるなんていうことをやっていた自分が、オンラインでのパフォーマンスはどういうふうにできるんだろうっていうのは、非常に最初抵抗があったし、でも変わっていかなきゃということで、挑戦した一年だったですね。オンラインど真ん中寄せっていうのも、毎月やっていったっていうのも今年だったですね。はい。まあ、本当激動の一年でしたね。はい。で、毎年、まあ、皆さんどうかわかんないんですけど、一年のね、始まりに、こう、年次目標というか、今年はこんな年にする、こういう目標にするなんていうことをね、掲げて一年を過ごされる方もいると思うんですけど、自分はここ数年は、この年はこういうことやる、この年はこういうことやるっていうような新しいことを決めずに、もうなんていうか、決まった固定した数値目標だけを置いて生活してます。何かというとですね、5つの100、5つの100というものです。で、何の100かというと、5つあるのかな？あ、だから5つの100だよね。何を言ってんだよ、自分は。年間100講座。100講座。年間100冊の読書。年間100回のセミナーやワークショップ。まあ、お話をする講演も含んでますけどね。そして、これは年間ではありませんが、100演目の達成。いわゆるネタを100個作る。100個ものにするということですね。そして、100トーストマスターズクラブにお邪魔して英語落語をやるという5つの100を掲げてやってます。で、その目標に対して2021年はどうだったかっていうような振り返りをしてみたいなというふうに思います。さて、年間100講座。この場合の講座、これね、話し家さんによって数え方が違うのかな。一つの演目をやったら1講座って数えられる、数え方をする方もいるみたいで、
自分の場合は1つのステージで1講座というふうに数えてます。ですから、同じ箇所で時間を置いて、例えば6時にやって、9時ぐらいにもう一回やるっていうような、そういうような講座が、お仕事をいただいた時は2講座っていうような形で時間が置いてるのね。まあ、そのあたり少し、1講座とするのか2講座とするのかはその都度の自分の判断でやってるんですけれども、100の講座。でね、自己ベスト。今までの自分のベストは80。年間80講座やってます。2017年だと思うんですけど、アメリカに行った時ですね。はい。それも含めると、80講座やったことになってます。だから、1週間に1回、2回どっかでやってるっていうような、まあ、感情になるんですけど、それが自己ベストです。それに対して今年はどうだったかというと、今年は27講座。まあ、突発的に今まだ、年末年始の休みに入ってるわけじゃないので、わかんないですけど、年末の急なオファーとかあるかもしれませんが、現時点においての講座数は27講座。少ない。カスカス。これはもうお話にならないレベルだと思いますね。もっともっといろんな団体企業に営業していかないといけないなっていうには思ってます。はい。さあ続いて、年間100冊の読書ですね。で、まあ本来ね、本当の本好き、本当の読書好きって、そんな何冊読んでるなんていうカウントしてないと思います、実際。その歩いてきた道に溢れ返ってる本たち、読まれた本たちみたいな形で、そんなこと、なんかしてないと思うんですよね、記録みたいな形で。まあでも、自分は、まあ、どなたも忙しいと思うんですけど、まあ、仕事だとか勉強だとかいろんなバランスがあって、まあ、そんな中で、あと、こう、書評だとかもね、書いてトライをしている関係上、まあ、記録をしています。で、100冊はね、最低読みたいよねっていうのは、思ってね、活動してる、生活してるんですけど、さあ、2021年、100冊到達しているのかどうかということなんですが、この収録時点においては、91冊。91冊。残り10日前後です。今この収録日から考えるとね。さあ、10日前後で到達することができるのだろうかというところはあります。怪しい、微妙なとこではあります。まあ、やれるかなとは思うんですけどね。まあ、唯一気になるのは、ファイナンシャルプランナーの資格更新のための講習単位取得がね、まだちょっと足りてないので、そっちもやらなきゃいけないというところとの時間バランス。あとは仕事、山になってる仕事を片付けることがどう影響するか、そういうところになってくるのかなっていうふうに思ってます。もう一個ね、気になるのは、要所の数が少ないこと。要所の数が、和書に比べて、ちょっと足りない。昔は、要所一冊読んだら和書一冊、次要所一冊みたいな感じで交互に読んでたんですけど、どうしてもワークショップだとか、講演依頼、お話をする方の講演で、こう決まった特定の分野の本を、まあ、可能な限り10冊ぐらいは目標のしにして準備するんですけどね。オファーを受けてからね。それが、そういったこともあって、和書にウェイトが傾いてしまってる、偏ってしまってるって状態で、同1年だったので、英語落語家たるものね、やっぱり英語をどんどん触れていかなきゃいけないので、要所をね、どんどん、グレーテッドリーダーズじゃなくて、普通の本ですね、普通の要所をどん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 読んでいかなきゃなっていうふうには思っています。91冊。楽しみにしててください。到達したかどうかね。はい。そして、セミナーワークショップですね。セミナーワークショップは、15セミナー、15ワークショップ、まあ、セミナーワークショップ一つにまとめちゃってますけれども、15回でした。まあ、これも少ないですね。カスカスですね。足りない。後半、なんて言うんでしょう。トーストマスターズクラブが春に、
ユーモアスピーチコンテストをやると、開催するということで、スピーチ、ユーモアって何だろう、ユーモアセンスを磨くには、ユーモアスピーチを作るにはっていうようなところで、いろいろお声をかけてもらったところで増えたっていうのもあるんですけど、もっとね、やっていかなきゃいけないな。オンラインの英語落語練習会、英語落語の稽古、勉強会っていうのも復活させなきゃいけないなっていうふうには思った数字でしたね。はい。そして、ここまでが年間100っていうシリーズですね。残りの2つ、ついでに言うと、スピーチ。スピーチは12スピーチありました。もう、3年、4年ぐらい前になんかは何十スピーチ、もっと40とか、50近くやってたと思うんですけど、減りましたね。減りました。まあ、このあたりは仕方ないかなというふうには思ってます。はい。さあ、続いて、年間という縛りがなく、無期限で目標としている2つの100ですね。まず、演目、ネタですね。これは今、40ですね。39から42。まだホームページだとか更新してませんけど、40になりました。最近ね、犬の目という演目を、まあ、もじった虎の目っていう演目をね、アドリブでというか、まあ、頭の中で作ってた原稿を一回ポロッとアドリブでやってみたんですよね、お客さんの前で。なら、評判、反応良かったので、じゃあもうちょっとこれちゃんとしてネタとして消化させようと思って、もう40演目目っていうふうでカウントしました。あと60です。はい。遠い。立川志の輔師匠だとか、立川談志師匠が作ったね、立川流なんかの、その目安としては、50演目で2つ目。真打ちは100演目なんていうふうに、まあ、基準としてあるようです。そういう意味では、自分も別に真打ちという名乗る、真打ちなんていう制度は英語落語界にはありませんけれども、真打ちとして名乗るためには、100演目で最低でも持ってますよと言えるようになりたいなっていうふうに思ってやってます。はい。そして、クラブ訪問ですね。トーストマスターズクラブでの英語落語。これはオンラインは入れてないです。オンラインでの、英語落語披露っていうのは入れてないです。ワークショップだけの披露も入れてないです。ディレクターとしての訪問も入れてないです。はい。純粋に英語落語、まあ、英語落語とワークショップとかそういうケースはカウントしますが、英語落語を、メンバーのリアルの目の前で披露したっていうところだけをカウントしてやってます。100のうち65です。まあ、この2年本当にどこに行くこともできないような状態でいたので、数は増えてませんけれども、その代わりオンラインでのオファー、リクエストはいただくようになったんですが、やっぱりね、その場所にお邪魔して、昨年の高松クラブが最後だもんね。あれも、高松クラブさんもこう、緊急事態宣言の隙間で、ぜひ来てくださいっていうね、なったことなので、本当に奇跡的にスケジュールがあったっていう状態だったんですよね。はい。今回はね、今回というか100クラブを目指してやっていきたいなっていうふうに思ってます。まだね、お邪魔できてない、都道府県も含めてね、クラブたくさんあるんですよ。北海道のパイオニアクラブさんとかですね。新潟もそうですし、長崎もそうですし、長野もそうですし、本当にね、いつでもお声かけいただけたら、全然お邪魔しますので、お声かけしてもらえたらなというふうに思います。ということで、今回とか、まあ、固定した数値目標の中で、到達しそうなのは、100冊の読書。ということで、あと9冊読み上げることができるのかというところで、また何か Twitter なり何なりで、Facebook なりで報告したいなというふうに思ってます。まあ、新年明けての抱負はまたそれは1月4日に収録じゃなくてアップするラジオ動画でお話をしたいと思ってます。まあ、本当大変な1年だったんですけども、今年からマネージャーもね、100%マネージャー業務に集中することもできるようになって、まあ、いろいろマネージャーとも意見の衝突したりとか、こう、ありました。でもそのおかげで、なんて言うんでしょう、こう、チームっていうのが色濃く出来上がってきたんじゃないかなというふうに思ってます。そういう意味においては、来年、2022年、
ホップ、ステップ、ジャンプ、大きく跳躍するための膝の屈伸っていうんですかね、バネ、ぎゅっと溜め込むことができたんじゃないかなっていうふうに思ってます。皆さんは皆さんの目標どうだったですか？充実した一年だったでしょうか？大変な一年だったでしょうか？そんなことも聞かせてもらえたら嬉しいです。はい。改めて一年間お付き合いくださり本当にありがとうございます。特にこのラジオね、ラジオ動画、ニッチな動画ですけども、そのおしゃべりにお付き合いくださり本当にありがとうございます。来年もウィスパーボイス磨くためにラジオを継続していきますので、どうぞ。ながらで結構なので楽しんでもらえたら幸いです。それでは皆さん、良いお年をお迎えください。ありがとうございます。お疲れ様でした。